テイクオフするときに、ロケットダッシュ普通に、はい、板が、波が来ました、板を返します、はい、漕ぎ始めます、じゃなしに板を返したときに使う足技なんですけども、僕はこのロケットダッシュ、カエルのように足を使ってます。はい、これをやるとテイクオフをさらに進めると思います。波を交換したときに、ここのところ、ああ、進むじゃないですか。今パドルをせずに進みましたね。はい、はい、わかりました。わかりました。よくわかりました今の。こうやって。はい。あ、これはなかなか裏技ですね。僕はいつも使ってます。なるほど。なんでこれ分かったかちょっと、世界チャンピオンのテイラー・ジェンセンさんと10日間ぐらいオーストラリアで一緒にいるときに、彼のテイクオフがパドル1回か2回にこう入れて、すごいスピードだった。この最初のロケットダッシュが半端なんで、自分も使わせてもらってます。テイラー・ジェンセンもこれをやっている。そうですね。へえ。多分進んでるのは相当わかると思います。こう反転した時に漕ぐって感じですか。すごい、この手漕ぐまでも行く前に先にキックできるんで、あ、キックしてから 1、2、反転する前も、はい、こう転んでる時もこうやってから、ああ。漕ぎが速くなる。なるほど、カエルさんの先人に生きる生物の知識と知恵でございます。なるほど、カエルさんありがとうございますちょっとやってみましょうか、はい、何もないところで。これを覚えていただくだけで相当すごい有利になると思うんで。こうですよね、はい、平泳ぎです。平泳ぎの足を使ってもらえれば。出てきて、ここ、これで、これをもっと足の裏ですね。足の裏をこうやる感じで。あ、こういう感じ。そうですね、嗅ぐ感じですね、足の裏で。これは右足ですか。ちょっとやってもらっていいですか。足の裏かい。そう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 、それをもっと嗅ぐ感じをイメージして。はい、もっとそのね、そこの位置からこの位置でここまでに来るときに嗅ぐ距離、この位置ですね。はい、じゃあだいぶ嗅ぐ距離があるので、はい、それくらい推進力はあるんですよ。なるほど。どうですか、目から鱗ですか。鱗でした、これはもう数十年サーフィンさせていただきますが初めて知りましたこんな技があるなんて思いま、はい、思いました。まあこれもお前、はい、やれば簡単なんで、はい、初めては難しいかもしれないですけど、はい、何回も練習してもらって、はい、いい感じですね。いいですね。いいですね。波来ました。そう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 。